吉岡、ウェルカムトゥザミュージック。
州ガールズウィーク九州女子枠です。よろしくお願いします。改めまして、本日は九州女子枠定期公演第58編にご来場いただきありがとうございます。ありがとうございます。改めて自己紹介をさせていただきます。かのちゃん。はい、九州女子枠に新しい花を咲かせます、九州女子枠の天使なこなまゆき、かのんです。はい、今日は久しぶりの福岡でのライブということで、最後まで全力で楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。かのちゃん。はい、太陽のように明るく月のように丸い顔、鈴川ルナです。皆さん、まだ緊張がほぐれてないんじゃないですか。なんか今日拍手の音小さいなと思って。はい、じゃあ皆さん拍手の練習します。拍手。まだまだちっちゃい。鈴川さん、しよう。素晴らしい鈴川ルナです。よろしくお願いします。自分で一番盛り上げる。はい、私の名前には歌という字が入っています。女子枠の歌を守ります、長崎県出身のシエリです。今日1幕目 の企画で可愛い部分は見せれたので、あの3幕目はかっこいい歌を守る姿を存分にお届けしたいと思います。最後までよろしくお願いします。シエリー。はい、ステージ地図、女子枠地図、山口県出身のミクです。はい、2月の定期公演ということで、まだね外は寒いんですけど、ここの会場だけは熱くしていきたいと思います。ミクです。よろしくお願いします。ミクちゃん。はい、ということでですね、続いてお届けする曲は12月の末に初披露しました新曲スターシーカーになります。このスターシーカーは8ビートで疾走感がある楽曲となっています。そしてサビはですね、こうやって斜めに手を上げていただけたらなと思う。ありがとうございます。材料分持ってる方はこうやって上げて、材料持ってないよって方は見て、そう45度でお願いします。人差し指でね、私たちやってるので、もしよかったら人差し指でやっていただいて、あとサビの後半と曲の後半にですね、手を上げる、拳を上げる部分がありますので、はい、90度でお願いします。シエリ先生、皆さん見てますから、ね、ぜひ、ね、手を上げていただいて、ありがとうございます。手を上げていただいて、みんなでね楽しんで音楽を楽しんでいけたらなと思っております。はい、ということで曲振り可能なんですよ。今は時空止まったんです。びっくりした。何その、君ちょっと時空が止まってた。OKOK、戻ってきて戻ってきて。はい、戻ってきました。それでは皆さん、ちょっとお立ちになってくださいませ。みんなでね盛り上がっていきたいので、はい、それでは聴いてください。スターシーカー。シャングリラ。
なんとトップバッターということで、もう熱く熱く最初から会場を盛り上げて皆さんと一緒にライブを楽しめたらと思っております。ぜひお越しください。はい、そしてですね、2月の18日はですね、ドラムロゴスさんにて開催されるちかっぱ祭ミリに九州女子オーク出演させていただきます。私たちはですね、九州女子オークは2部に出演させていただくんですけれども、この2部で九州勢、九州から登場するグループは私たち九州女子オークだけなので、このちかっぱ祭をね、九州を代表してしっかりと盛り上げていきたいと思っておりますので、ぜひこのちかっぱ祭見によろしくお願いします。はい、そして2月23日は九州女子オーク学園の配信企画が決定しました。イエーイ。はい、私配信企画が実は初めてでして、はいね、今回ね、九州女子オークのこう学校を作って1日に行ってね、1限から6限までの、はい、あの写真1時間目やったよ。あ、そう、そんな大学生みたいな1時間目1時間目から6時間目までね、こう授業があって、うん、そのこう科目に、ね、心配なのもあるよねそうちょっとあるけどの方が多いかな。でも絶対楽しいよね、はい、そのね、九州女子学園の配信が2月23日に、企画配信をいたしますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、そして次回の定期公演が3月11日となっています。またここベイサイドライブホールさんで3月も定期公演させていただきます。今日ね、楽しかったよって方は今日ライブ後にですね、特典会の前にですね、ファストチケットの販売会を行います。少しでもね、今日楽しかったと思ってくださった皆さん、ぜひぜひ今日のね、帰りにぜひもう来月のチケットをね持って、来月も楽しみだなと思いながらね、1ヶ月過ごしていただいて、3月11日また一緒に定期公演楽しんでいけたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは定期公演後半戦、皆さん一緒に立って楽しんでいきますか。イエーイ。もっともっと熱く盛り上がっていきますか。イエーイ。
聞いてください。録音。声愛され叫びたいよ、この絵
知れば知るほど、やればやるほど海の中もがの太陽の光る方へ。
の定期公演に足を運んでいただき本当にありがとうございます。最近はというか、やっぱりコロナがあってからはこう、それこそ最近特にツイッターを開けばこう毎日のようにグループさんがこう解散だったりメンバーさんの卒業だったりをすごく目にします。その中でも九州女子オークはこの地方勢でこうやってステージに立つことができています。それは本当に皆さん一人一人の応援があってこそ、私たち九州女子オークはここまで走ってこれていますし、これからも走っていけると思っています。私たちは皆さんからいただいた応援はステージのこのパフォーマンスでしかお返しすることはできませんが、もっともっと女子オークのパフォーマンスをもっと魅力的なパフォーマンスにして、皆さんが九州女子オークと出会えてよかった、九州女子オーク応援しててよかったって思ってもらえるようなグループになっていきたいと思っております。皆さんこれからも九州女子オークの応援をよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。本日は九州女子オーク定期公演にお越しいただきありがとうございました。私が言いたいことは全てしおりちゃんが言ってくれたんですけど、多分本当に今全員メンバー全員が同じ気持ちで同じ方向をみんな見ていて、だからこそこう気持ちが今一つになってみんなが多分言いたいことが同じなのかなと思うんですけれども、こうギグ高橋のツアーを通して本当にファンの皆さんも私たちも音楽が大好きな方たちが集まって、街に出ると普通の何気ない生活、日常生活なのに、そこのライブ会場に入った瞬間に別世界に入ったような、そこには音楽が大好きな人たちしか集まってなくて、そこで一つの空間ができていて、それを私が見てものすごく感動して、ここにいられることが本当に幸せだと何度も改めて感じました。この福岡でも九州女子オークがもっともっと盛り上げていけるように前を向いて進んでいきますので、皆さん一緒についてきてくださると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。皆さん本日は定期公演にお越しいただき本当にありがとうございます。今日この九州女子オークの定期公演を選んでこうして来てくれたことをすごく嬉しく思います。やっぱりここ最近私たち遠征が多くて県外でライブをすることが多くて、皆さんの、直接見れないような場所でなんか女子力すごいって言われたりしてて、それを見て皆さんがやっぱり地元、九州女子力の地元なのに女子力がなんだか遠く感じてしまったり、そんなこともあるかもしれないんですけど、私たちは皆さんのすぐそばにいます。福岡という地元があるからこそ九州女子力として全国で活動することができています。皆さんのおかげで全国で活動しています。そのことをぜひ忘れないでいてほしいなって、すぐそばにいるよっていうことを常日頃感じていてほしいなと思います。私たちはまだまだ止まりませんし終わりませんし、もっともっとずっと高いところに行きたいと思います、皆さんと一緒に。なのでこれからも九州女子オークをどうか皆さんよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。皆さん今日はご来場いただき本当にありがとうございました。今日こう1幕目からこう3幕目まで通してこうだんだん皆さんのこのサイリウムの高さが上がっていったり、こう手を上げるこうスピードが速くなったりしていくのをすごくここから見ていて感じました。後ろまで本当に見えていましたし、こう皆さんが一緒にライブを楽しんでくれてるっていうことがこうどん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 ボルテージが上がっていくのを今日すごく感じることができ、うわー今ライブしてるなーっていうのをすごく感じて、皆さんのおかげですごく楽しかったです。皆さんにも一回一回のライブを思う存分楽しんでほしいなと思っていますし、ここに来れば大丈夫、今日は絶対楽しいと思ってもらえるような九州女子オークでいたいと思っております。これからも九州女子オーク定期公演もっともっと盛り上げていきたいと思っております。ぜひこれからも九州女子オーク、そして定期公演をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。以上私たち九州ガールズミンクル九州女子オークでした。今日は本当にありがとう。
んからこうありがたくアンコールをいただいたということで、はい、私たち出てこさせていただいたんですけど、はい、さっき私最後あの本編やって一、はい、つだけ心残りじゃないけど、そうあの歌いながらすごく思い出したことがあってフェアウィンドで私いい夢見たあとそして天気もいいって歌うんですよ、はい、シェリー今日、昨日から今日にかけてめっちゃイライラした夢を見たんですけどそれを思い出して全然いい夢じゃないと思ってそれ絶対話したいと。でも今日晴れとるけん。え、今日曇りだよ。晴れだわ。シェリちゃんがイライラするって珍しい。あの、起きて10分ぐらいリアルにイライラしてあのなんでなんで、夢がですね、はい、メンバーが3人出てきたんですよ。ちょっとスキッチャーあちらの人が嬉しい。イライラの対象はあなたたちですかあのですね、あの夢の内容なんですけど、うん、あの樹脂奥さ結構さ事前に結構時間をさ持ってさ打ち合わせしたりさ、はい、瀬戸りをさこうね覚えたりこうしたりするじゃん、はい、でさ、はい、シェリー結構さ瀬戸りをさこれでこれでこれでってずっと言うやん裏で、ずっと言う夢の中でね、なぜかシェリー一人だけ瀬戸りを知らんくて3人知ってるんで本番のSEでさエンジンするのにその時にも教えてくれんくてなんだよその教えてよって言うのにヘンヘンとかミクがヘンヘンとか言ってくるめっちゃ嘘だ本当にプチーンとか言ってあシェリーこういう時に怒るわっていうの中で思ったの。でもそこでイライラしすぎて多分目が覚めたよかったね。そう、その後本当にしばらくイライラしちゃってもう一回寝たよかったよかった。今日まだ瀬戸り聞いてないのにしーちゃんがね、瀬戸り教えてって言ってきて聞いてないよまだってそう夢と繋がっとったじゃないですよね。今日よ教えてもらいました教えました満足です。よかったです。皆さんいい夢見てください今日は。そう今日はね、今日の夜はね、みんなでいい夢見ようね。そうだね、はい、ということで、あのお話もほどほどに、はい、あのアンコールをいただいたということで、はい、このね、海の向こう側では某いちごの王子様が熱いライブをしておりますが私たちも負けないぐらい熱いライブをしていきます。皆さん